斉藤総次郎は、岩手県東和賀郡笹間村出身のキリスト教徒。無教会主義キリスト教徒である、内村鑑三の最も忠実な弟子の一人で、その死に至るまで身の回りの世話をした。また、雨にも負けずのモデルとも言われている。岩手県花巻市の全州東高寺の住職の子として生まれる。岩手市藩学校を卒業すると、市範在学中は、 廃野書に親しんだが、教職について、すぐに入院して聖書に接して、内村感情のキリスト信徒の慰めや、旧安録を愛読する。日露戦争の際、内村に影響され本気で、非戦論を唱え、納税拒否、徴兵機費も辞せずとの決意をする。心配した内村が花巻を訪れ説得し斎藤は、本意するが、すでに検討局から睨まれ。 小学校教員の職を失った。その後は、新聞取り次ぎ店を営みながら、生計を立て、製品と信仰の生活を送る。画家の中村不施設は彼を、花巻のトルストイと呼んだ。晩年多くの弟子に裏切られ、弟子を持つの不幸という文まで書いた内村に、修正づくし、1930年の内村の死の際には臨室に泊まり込んで、日夜看病した。 東京の出身で、日蓮州の信者だった、宮沢賢治とは宗派を超えた交流があり、1924年の日記には、賢治の勤めていた花巻農学校に、斎藤が新聞の集金に行くと賢治が招き入れ一緒に、蓄音機で音楽を聴いたり、賢治の詩、英傑の朝らしき、ゲラズリを見せられたという記述が見られる。また、賢治の三文詩、 冬のスケッチには斎藤をもじったと、応募式、加藤宗次郎という人物が出てくる。一部には、雨にも負けずのモデルであるという説がある。これについては、岩波書店から刊行された、日記に刑事助伝の解説で、賢事研究者の栗原厚氏が、雨にも負けずには、賢事の嘆きや弱さが滲んでおり、安易に斎藤に重ねることは、迫害に耐えた。 最藤の強固なキリスト者としての独自性を見逃す恐れがあると指摘している。1927年、状況。1968年、90歳で死去。ありがとうございます。